こんにちは、こんばんは。矢作睦月の代理で、葵です。茜もおるで。今回ですけども、シナリオ戦の習いですね。何回動画にすんねん。まあいいじゃないですか。クレジット稼ぎといえば、この習いですし、まあそうやけど、稼げるんて言うたら、四方再装填の早いアトランタくらいしか持ってへんやん。そうですね。手数が多く、命中リボンを稼ぎやすく、砲弾のコストも安いであろう。現状マスターが所有している艦艇では、学術性の高い稼ぎを叩き出してますから、一回の出撃でおおよそ100万クレジットやもんね。ティア8以上のランダム戦で、かなり活躍しててないと、型をガン積みしていても、一戦で100万クレジットには、届かなかったりしますし、そんだけあいつがヘタレってことやな。否定はしません。え、なんでまた今回は2人なん。2人の読み上げ速度の調整で個性をより強くはっきりさせるために2人同時に出演させて聞き比べてみるのだそうです。ああ毎回若干音読速で変えてるもんな。いまだ瞑想中ということですね。まあ、うちらを1週間やそこいらで手なずけれるわけないわな。あ、今回も輸送船ルートですね。初期配置が左舷側やったのに、無茶しよんな。動いた者勝ちなところがありますから。で、ここで、戦艦に棒かき抜かれて沈むんやな。前に何度かやらかしてますよね。大丈夫なんか？ちょっかいかけたら撃たれるで。あら、タゲが外れましたね。即沈んだ巡洋艦のタゲやったんやろ。これは戦艦ですね。あ、タゲられた。さすがに警戒して艦首向けとるな。それはそうでしょう。ついてるやん。撃たれる前に沈めてもらえましたね。次は砲雷やな。アトランタで対処するのがめんどくさい。地上砲雷ですね。アトランタの後継やと AP で貫通できひんからな。距離が遠すぎるからです。まあ駆逐艦が来るまで HE で燃やしておけば。せやね。魚雷は遅れてきますよ。大丈夫や。この向きやったら避けれる。狩りの時間や。魚雷発見。あの一瞬でやっぱり撃ってたのですね。進路変えてるから当たれへん。撃ちたい放題や。貫通しました。貫通しました。
ビの群れの中のサメですか。意味わからん勲章やな。はい、エビの群れの中のサメて、まあ一方的に食い荒らすだけってことやろうけど、なんやことわざっぽいやん。ああまあそうですね、日本にはそういうことわざが。外周一色でしょうか、加賀様。まあですけど、意味は鎧の袖が触れただけで相手を倒してしまうほど力の差がある。敵をとても簡単に倒してしまうという意味ですね。ちょっとちゃうか。そうですね、逃げる相手を蹂躙しただけですし、一の闇の刃かければ。そう、外周一色けれども、一の矢と二の矢を追いかけるだけで簡単に敵を倒せてしまうと歌っているのですね。と言いますか、あの、私たちに無理やり歌わせないでください。まあうちやったら歌えんことはないなって理解できたやろ。一曲歌わせるのに1ヶ月とか平気でかかりますよ。そんな余裕がどこにあるのですか。おとなしく動画の編集に集中してください。うち歌ってみたいんやけどダメです。なんでやな、著作権の問題で消されますよ。ああ一発で消されるな。さっきのだって楽曲ではなく歌詞の使用で、あの程度でも消される危険がありますから。厳しいんやね、お金が絡みますからね。なので著作権フリーの曲に自作で歌詞をつけて歌わせるならセーフのはずです。ほほう、ほんならこの動画のエンディングにマスターに作詞のセンスを期待してはいけません。モノコッツー、わかった、諦めるわ。っていうか何やめっさ展開派やないか。そうですね、味方の殲滅速度が異常です。うちらもはよ中入って打ちまくらな。ヒットポイントはもう回復してますよ。早く殲滅に向かうのです。ダメも稼いだけどちょっと怪しいですね。確実に上級者が混じってます。
てるんちゃうか。敵戦艦を撃沈しました。完全に漁夫の利やけどな。これはチーム1位は怪しいですね。命中リボンはいっぱい取ったで。いえ、いっぱいというほどでは。そうなん、アトランタで習いがあり、輸送船ルートでエビ勲章なら450はないと。100万クレジットに乗ってへんですね。命中リボンが少なすぎます。最低でも400枚は必要です。最後の案内で狙った艦が全部かぶってメッサ迅速に殲滅されたからよな。フィジーですか。フィジーってそんな強かったっけ。英国ツリーなので知りませんが、利用者が多いことから考えて決して弱くはないと。むしろティア7隊では強いのだと思います。 152mm 3連装砲4機12門を 7.5 秒やて、弱いわけがないですね。せや、あんたベルファスト持ってたやろ。ベルファストで習いやってみようや。順番が違いますよ。もう何回も乗ってんねんから。動画にせんかったらええねん。でも一応録画しといて、アトランタと比べてみたってのはどうや。検討してみるそうです。 A から乗れや。それでは今回の動画はここまでです。よければコメントや高評価並びにチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。